秋山義弘、1975年7月29日体、男性総合格闘家、柔道経験者、大阪府大阪市生野区出身、A チームグループ所属、ヒーローズ2006ライトヘビー級世界王者、血液型大型、在日韓国人4世として生まれ、後に帰化し、日本国籍を取得はしたが、後年本人が柔道のために、 日本国籍を取ったが私は永遠に韓国人と語っている。ニックネームは反骨の柔道王。セクシー山、反骨の柔道記。妻はモデルの志保。娘は子役タレントのサラン。大阪府大阪市生野区で在日韓国人4世として生まれる。父親の影響で3歳より柔道を始める。西風高校から近畿大学へ入学。 大学卒業後、韓国へと帰国。市役所に勤務しながら、韓国代表として、オリンピック出場を目指した。しかし、巨母への差別は激しく、韓国代表となることを諦め、2001年9月と日、日本国籍を取得し、現在の本名、秋山義弘に改名する。平成関西へ入社し、柔道 81kg 級で活動した。日本に帰国し、 富山はアジア大会に出場、優勝した際、韓国のマスコミに対し、柔道のために日本国籍を取りはしたが、私は永遠に韓国人だ。私を声援してくれた同胞たちに感謝するとインタビューに答え、帰って韓国のマスコミの批判、バッシングを受ける結果となった。2003年には地元大阪で開催された世界選手権に出場した。2回戦で、 フランスのセドリック・クラベリを背負い投げ、3回戦で、モンゴルのダムディン・スレン・ニャム風を払い越し、準々決勝で、トルコのイラクリウズナゼを技ありでそれぞれ破るものの、対戦した3選手全員から、柔道位が滑るという抗議を受けた。そのため、準決勝からは、新しい柔道位に着替えて出場することになった。その準決勝では、ドイツのフロリアン・ワナーと対戦して、 指導でリードしながら終了6秒前に大外巻き込みで逆転負けを喫すると3位決定戦でもポーランドのロベルト・クラフチクに効果で敗れて5位に終わった。なお大会を放映したフジテレビからはガリュージュド・レボリューションなるキャッチコピーが付けられた。2004年4月4日全日本選抜柔道体重別選手権。 大会男子8 1ラム級の準決勝で、堤内雅彦に優勢負けし、アテネオリンピック代表を逃した。この時柔道着が滑っていたかは定かではないが、これがきっかけとなり5月には平成関材を退社、7月には全日本柔道連盟の強化選手指定を辞退した。2004年7月からフリーのプロ格闘家として活動。 2004年12月31日、総合格闘技デビュー戦となった K1 プレミアム2004ダイナマイトでフランソはザ・ホワイト・バッファロー・ボッタと対戦し、腕ひしに十字固めで一本勝ち。2005年3月26日、ヒーローズでジェロム・レ・バンナと対戦し、左膝蹴りで小負け。試合後、あまりにも体重差がありすぎた。体幹の太さが違うと振り返った。 2005年10月12日、K1 ワールドマックス2005のスペシャルマッチでマイケル・ラ・アーマと対戦し、パウンドで TK を勝ち。2005年12月31日、K1 プレミアム2005ダイナマイトでホイス・グレーシーと対戦予定であったが、12月上旬にぎっくり腰及びヘルニアを同時発症し、欠場となった。2005年11月5日、 ヒーローズ2005インソールに参戦。韓国軍、VS 世界連合軍をテーマに開催された、同大会に、韓国軍の大将として、名演に登場し、奥田正勝と対戦。1R、バスターからのパウンドで失神 TKO 勝ち。なお、フィニッシュとなったパウンドで、奥田の前場を追った。2006年8月5日、ヒーローズ。 ライトヘビー級世界最強王者決定トーナメント1回戦で金安市ト対戦。腕ひしに十字固めで見込み一本勝ちを収めるも金からタップしていないというクレームがついた。試合後、ファンからのブーイングをもらったのは仕方ない。自分がやっていた時は音が鳴っていたんで正しいレイフェリングだったと思います。もちろん完全燃焼はしていないと語った。しかし後日、 競技の結果、レフェリングミスが認められ、レフェリーストップまでの判定による判定勝ちに変更された。2006年10月9日、ヒーローズ、ライトヘビー級世界最強王者決定トーナメント、準決勝で、ケスタティススミルノバスを、右ハイキックからのパウンドで小勝ち、決勝では、メルビン・マヌーフ王で必死に十字固めで一本勝ちを、収め優勝を果たした。試合後のマイクアピールで、 チャンピオンになってしまいました。桜庭さん、じっくり直して、大晦日。このヒーローズ、柔道最高。と発言した。2006年12月31日、K1 プレミアム2006ダイナマイトのメインイベントで桜庭和志と対戦し、パウンドで TKO 勝ち。試合後はセコンドについた、清原和弘と抱き合い勝利を喜んだ。後日、 秋山の悪質な反則行為が発覚し、2007年1月11日付で、試合結果は、ノーコンテスト扱いとなり、フェグ取材大会への無期限出場停止の処分を受けた。2007年10月1日、ヒーローズの記者会見が、韓国で開かれ、出場停止処分の解除が発表された。2007年10月28日、ヒーローズコリア2007で、デニス・カーンと対戦し、 右アッパーで小勝ち。試合後、マイクを持った秋山は韓国語で、いろいろありましたけど、国民一人、数との力によって戻ってこれることができました。我が国、大韓民国、最高。とアピールし、観客の拍手を浴びた。2007年12月31日、やれんのか。大晦日。2007で、三崎和夫と対戦。大会前日に、 新宿で行われた公開記者会見でも入場時にも大イブーイングを浴びた。右ストレートで三崎からダウンを奪うも持ち直した三崎の左フックで倒され起き上がろうとしたところにサッカーボールキックを受け1、R8 分12秒こまけ。三崎は試合後のマイクアピールで俺はお前を許さない、お前の心が俺にも届いたと批判とエールを込めた発言をし、 マットに正座をして、秋山に礼をした。試合後に直行した病院での検査で、尾骨骨折と左膝の内側側腹副人体損傷と診断された。なお、桜場戦以降、秋山のショーツに広告はついていなかったが、ナイキ、週刊 TV ガイドなどの広告があった。やれんのか。でのフィニッシュとなったキックが4点ポジション時に受けたものだとして、 2008年1月9日付で主催者に抗議文を提出した。1月22日、美咲のキックがルールに抵触していると判断され、試合結果はノーコンテストに変更となった。2008年2月13日、ドリームの記者会見に参戦予定選手として出席。同会見で流された佐藤大輔作成の煽り部位の中では、秋山佐谷義弘と紹介された。 ドリームミドル級グランプリに参戦予定であったが、大晦日に骨折した尾骨を、また骨折し、欠場となった。2008年4月17日に、韓国で発売された、オムニバスアルバム、08恋のソナタに歌手として参加し、パク3民の、一つの愛を収録した。6月7日には、ソウル3メイン競技場で開催された、2008ドリームコンサートに出演した。 また、キアやヒテビールなどの CM に起用されるなど韓国で芸能活動を行っており、日本のマスコミからのインタビューで韓国のマイケル・ジャクソンと発言した。2008年7月21日、ドリーム初参戦となったドリーム5で柴田勝頼と対戦し、袖車締めで柴田を締め落とし一本勝ち。 この試合が地上波放送の瞬間最高視聴率13.7%を獲得。9月23日のドリーム6では、殿岡新徳に一本勝合致し、試合後のマイクでは、年末、吉田秀彦さんとやりたいです。自分の夢であり、超えなきゃいけない壁だと思っています。そのためにはいろんな方の力が必要ですとアピール。なお、 青木深夜の対戦要求については、リスペクトされるのは、戦士妙理につきますが、自分は今は、吉田先輩しか見えていないですとコメントし、青木は、自分の都合の良いように解釈されてますねと、苦笑していた。この試合が地上波放送の瞬間最高視聴率13.4%を獲得。2008年12月31日に開催される、ダイナマイト。 勇気の力2008にはオファーを受けていたものの、今年の大晦日はやめておきますとして、欠場を表明した。また、秋山が要求するファイトマネーが、K1 最高水準に達したことにより、フェグサイドとの関係も悪化。11月をもって契約が切れた。2009年2月24日、UFC 公式サイトにて秋山と契約したことが発表された。 3月3日には日本で記者会見を開かれ UFC と6試合契約をしたことが本人により発表された。翌4日には韓国でも記者会見が開かれた。韓国での会見にてフェグ側には強い相手との対戦を望んだのにマッチメイクを実現してくれなかった。弱い相手と対決することを望むならドリームに残っただろうと批判した。しかし秋山は 事前にて、総合ルールで、ジェロムレ・バンナとのリベンジ戦か、バダ・ハリとの対戦を希望したと明かしており、K1 ファイターであるバンナと、ハリは秋山が主戦場とする総合格闘技ルールの経験は浅く、ハリに至っては総合ルールの経験が一度しかなく、勝ったこともないため、客観的に見て、競合とは言えない。また、谷川貞春は格闘技専門主党で、こちらは、 ミルコクロコップや青木シ也あたりと対戦してほしいとオファーしたが、秋山君は自分よりも2階級も下で総合ルールの経験が一度も、ないマサトとと K1 と総合のミックスルールで対戦したいと言ったり、高額なファイトマネーを要求したり、強い相手と戦いたいから、マッチメイク権を譲渡しろなどと無理難題な要求をしてきたと発言している。2009年3月10日、 自身のサイトで死保との入籍を発表。5月には東京都渋谷区広尾に自身の道場、クラウド秋山道場が完成し、5月30日に道場内覧会が行われた。2009年7月11日、UFC デビュー戦となる UFC100 でアラン・ベルチャーと対戦し、時折右フックを当てるが、ベルチャーのパンチとローキックを受け続ける。結果は二から一の 判定勝ちとなったが、僅差の試合内容であったにもかかわらず、ジャッジの一人の採点が30から27のフルマークで秋山を支持という判定が物議を醸し、UFC 代表、ダナホワイトをはじめとして、ベルチャーの勝ちだったとの声も多く上がった。この試合は、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞し、ボーナス10万ドルを手にしたが、試合直後には、ローキックのダメージで倒れ込み、 さらに左目眼家庭と尾骨を骨折し現地の病院で眼家庭の手術を受けた。2009年9月1日、クラウド秋山道場がグランドオープンした。10月18日にはシホとの結婚式を挙げた。2010年7月3日の UFC116 でバンダレーシューバとの対戦が決定していたがシューバが怪我で欠場し、 大役として6月19日に試合をしたばかりで、ダメージの残っているであろう、クリスリーベンと対戦するも、3R 終了間際に三角締めを極められ、タップアウト負け。2試合連続のファイトオブザナイトを受賞した。2010年10月16日、UFC120 のメインイベントでマイケル・ウィスピンと対戦し、0から3の判定負け。 三試合連続のファイトオブザナイトを受賞した。2011年4月末クラウド、秋山道場閉鎖。2011年8月6日、UFC133 でビクトーベルホートと対戦し、1R1 分52秒で小巻きを喫した。10月24日、長女が誕生。2012年2月26日、日本で開催された。 UFC144 でウェルター級に転校し、ジェイクシールズと対戦。反則の刑事つかみを行い、0から3の判定負け。2012年5月、UFC149 への出場が決まっていたが、左膝の全十字靭体を断裂し欠場。膝の手術を行い、ここから2年4ヶ月の長期離脱となった。2014年9月20日 UFC ファイトナイト。 ハント VS、ネルソンで2年7ヶ月ぶりの試合を行い、アミール・サダローと対戦し、3から0の判定勝ち。2015年11月28日、韓国で開催された UFC ファイトナイト、ヘンダーソン VS、マスビダルでアルベルト・トミナと対戦し、1から2の判定負け。足や膝の怪我などにより試合を行うことができず、3年7ヶ月、 格闘技の試合から遠ざかった。2019年6月15日、ワンチャンピオンシップ、レジェンダリークエストで、アギランターニと3年7ヶ月ぶりに試合を行い、0から3の判定負けを喫した。2020年2月28日、ワンチャンピオンシップ、キング・オブ・ザ・ジャングルで、シェリフ・モハメド対戦し、1R3 分4秒に、右フックにより、小勝ちを収めた。秋山は、 プロ格闘家への転身の前後から同時並行して芸能活動を開始。特に韓国国内では複数の企業の CM に出演するなど高い人気を持ち、2012年には SBS 芸能大賞ベストエンターテイナー賞を受賞した。日本ではトンネルズの皆さんのおかげでしたで、全略道の駅よりコーナーの 準レギュラーとなっているが、毎回何らかの形で商品を破損させ弁償する。羽目に陥るため、同番組では、弁償王の異名を受けるに至っている。2003年、世界柔道選手権大会の日本、代表決定戦となる全日本選抜柔道、体重別選手権大会に優勝。しかし、この決勝戦において、対戦相手の中村健造に、柔道儀が滑ると抗議された。 同年10月の世界柔道選手権で2回戦から4回戦の対戦相手であるフランス、モンゴル、トルコの3カ国から柔道儀が滑るという抗議を受けた。なお、1回戦は不戦勝であり、すべての対戦相手から抗議を受けるのは史上初の陳時。国際柔道連盟のチェックでは大きな問題なしとされたが、 疑われるようなことが問題という山下康弘理事の指示で柔道着が交換させられた。本人は洗ったばかりで石鹸が少し残っていたと弁明。柔道着を交換した後は準決勝、敗者復活戦で2連敗して行為。この世界選手権で優勝すれば、アテネオリンピックにおける柔道 81kg 級のオリンピック代表が決まるともされていたが、 この後の最終予選を兼ねた全日本戦は柔道、体重別選手権大会でも準決勝で敗れて、落選した。体へのオイルのトフ2006年12月31日、K1 プレミアム2006ダイナマイトで桜庭和志と対戦。タックルから足を取ろうとした桜庭が異常を感じて、行った桜庭の試合中断要求をレフェリーを務めた、梅木義則、及び秋山は、 受け入れずに試合を続行させた。桜場はその後も数度足を取ろうと試みるが失敗。秋山はそのままパンチのラッシュからオープンガードの上を取り、桜場に100発を超えるパウンドのラッシュを続けた。その最中も殴られながら桜場は滑るよ。ふざけんなよ。おい。と繰り返し抗議したが試合は続行された。その後、 レフェリーストップのゴングが鳴り、秋山が勝利。試合後も全身が滑ると訴えていた桜場の抗議を受け、秋山の体をレフェリーがチェックしたとのことだが、実際は秋山の背中を二度、左肩を一度、胸を一度撫でた程度だった。しかも、そのチェックの前に秋山は T シャツを着ているセコンドのトレーナーと二度抱き合い、その次に清原と、 がっしりと体をなすりつけるように抱き合っている。結局、桜場の片足タックルをすり抜けた足、秋山の試合機については一切チェックしなかった。桜場はすでに決着がつき、リングを降りた試合直後も控室に向かう廊下で、バッチリオイル塗ってる、汗の滑りとオイルの滑りの違いくらいわかりますよと、憤慨を隠さず、信じられんわ。思いっきり抗議しますよ僕はと強い口調で。 遺憾の念を表明した。試合後も、お互いを称え合うこともせず、秋山は、桜場と目も合わせていない疑惑、疑念を残す、後味の悪い試合となった。この試合について、イベントプロデューサーの谷川貞治は、最後に試合を止めたのは、レフェリーと前田 SV の判断。秋山の体から油らしきものは出なかった。金的やサミングがあったなら試合は止めるべきだが、あれは、 桜庭の主張なので止めるべきではない。しかし、あんなに桜庭が怒りをあらわにするのを見たのは初めてだ、とコメントした。この件に関して、秋山は2007年1月1日の記者会見で、自分は、ひどい多感症で、ウォームアップをすると握った手から、汗が滴り落ちるほど汗が出ると弁明。桜庭が取った一連の言動に関しては、対戦相手からタイムを要求されて、 よし、分かったと攻撃を止める選手は誰一人いないとコメントした。また、試合出場時にはボディーチェックがなされるが、この時はスタッフがイベントの流れをスムーズにするよう指示されていたことや、チェック時に本人がなぜか走ってリングに入ったことから、ほとんどチェックできなかったことが後になって判明した。2007年1月11日、都内ホテルにおいて、 主催者による秋山 VS 桜場戦に関する記者会見が行われ、秋山が試合前全身にアメリカ製のスキンクリームを塗っていた事実が明らかにされた。しかも成分にワセリンやグリセリンも含まれているものだった。クリームは秋山が乾燥肌でそれを防ぐために普段から使用しているものとした。秋山は直接ワセリンや 対オイルを歌った類のものではないので、塗っても大丈夫という誤解が原因だとし、謝罪はしたものの、故意であるとは認めなかった。フェグ側も、本人がテレビカメラの前で堂々と塗っていることから、秋山サイドに悪意はなく、過失と判断した。しかし、ヒーローズルールは、試合前に体に何かを塗ること自体を禁止しているため、試合は、ノーコンテスト、 秋山のファイトマネーは全額没収となった。その後1月17日、フェグが主催する大会への無期限出場停止の追加処分が下された。また、この件に伴い、レフェリーを務めた梅木義則や他の審判員も処分を受けている。総合格闘技で体に何かを得する行為は、通常主催者側から厳重な注意、監視がなされており、本来綿密にすべき。 ルールミーティングを怠ったとしてフェグ側を求断する動きも一部で見られた。2021年に清原和弘との YouTube での対談で、もしかしたらというのは自分の頭の片隅に、やっぱりあったのは事実ですと語っている。不正グローブ使用疑惑当外試合において、秋山のオープンフィンガーグローブに物が入っているような膨らみがあり、 手のひらの部分にも何らかの異物が確認できる写真が存在しているとしてメリケンサックを着用していたのではないかとの疑惑が一部ネットユーザーの間で囁かれた。2007年1月19日放送のファイティング TV サムライにおいてサブレフェリーを務めた和田良学はないと思う。バンテージチェックが行われ確認される、そして実際チェックが行われた。と証言。 格闘技ジャーナリストの熊、久保秀幸はメリケンサックをつけて殴ったら、まずは頭蓋骨が陥没する。状況から鑑みて、まずありえない。との意見を表明した。また、秋山が使用したグローブに、本来あるはずのロゴが確認できないことも指摘され、合わせて不正なグローブが使用されたとする疑惑が挙げられた。これに対しては、ロゴが剥がれやすいものだったため、 ウォーミングアップ中に剥がれ落ちたと判断され、試合後回収されたグローブも試合前に渡したもので、あり、バンテージにも問題がなかったことが確認されている、と説明。これを受け1月17日、グローブを制作したメーカーであるイサミは公式に、フェグ、秋山の主張を認める形で、原因の検証を行うとし、その後、3月16日にネットを通じ、 製造過程に問題があったとするオフィシャルコメントを発表した。ありがとうございます。